リステリンを関した製品群リステリンとは先行液のブランドである。数ある先行液の中で歴史の長いブランドであり、世界各国で展開されている。1、8シネオール、チモール、サリーチルサンガメチル、エルメントールの4つの有効成分による殺菌作用を特徴としている。2007年以降はジョンソンジョンソンから発売されている。 リステリンはもともと消毒薬として誕生した。これは当時の産業革命に湧いていたイギリスで作業中の事故による大怪我が多発。治療の会もなく亡くなる人が多かった。また、手術したとしても傷口の細菌による感染で死亡するリスクも高かった。そこで外科医のジョゼフ・リスター博士が消毒薬の研究を開始。後に、 画期的な消毒薬が開発される。1865年に、この消毒薬を用いた、外科手術を行い、重症の患者を救った。これが契機となり、手術中の死亡率が劇的に減少された。その後、アメリカのローレンス博士と、薬剤専門家のランバードが、リスター博士の手法に基づき、安全性と保存性に優れた、消毒薬を開発。 リスター博士のもとを訪れ、博士に敬意を示し、リステリンと命名することを申し出る。二人の熱意に、博士も名前を許諾し、正式にリステリンとして誕生。下下手術の消毒薬として用いられた。1920年頃のリステリンのボトル。その後、リステリンには、高校内の殺菌効果があることがわかり、1895年に、 高校消毒薬として、歯科医院向けに発売を開始する。また、一般向けに、さらなる改良がさね、1914年に、マウスウォッシュとしての、リステリーンの発売を開始した。日本では、1985年に、ワーナー・ランバートが、先行駅として、静岡県で、テスト販売を開始。翌年には、関東地方に拡大する。 1990年に医薬部外品としての承認を得て、1991年に本格的に全国発売を開始。その後、統合によってファイザーの製品となるが、2007年8月にファイザーがジョンソンジョンソン社へ一般用医薬品部門とその製品群の売却を行った後は、ジョンソンジョンソンが自社製品として展開している。 承認は1990年に取得。この時は殺菌作用による口臭防止であった。1992年には思考沈着、歯肉炎予防の追加承認を得る。日本では一時期マイク・ベルナルドが CM 出演していた時期もあった。現在はイメージ的な CM が放映されている。リステリンとプラックスが ジョンソンジョンソンのブランドに加わり、同社が販売していたオーラルケアブランドリーチと姉妹ブランドとなった。リーチはデンタルウォッシュとしてが販売されていたが、刺繍、口臭プロテクションと口臭対策絶クリーンは液体歯磨き、刺繍、口臭プロテクションは先行液である。刺繍、口臭プロテクションとリステリンは配合成分が異なる。 2008年8月にリーチブランドのデンタルウォッシュを生産終了して同社のマウスウォッシュブランドはリステリンとプラックスに一本化された。ありがとうございます。